アンドリュー・バイナム、アンドリュー・バイナム、アンドリュー・バイナム、1987年10月27日帯は、アメリカ合衆国の元バスケットボール選手。ニュージャージー州、プレーンズボロ出身、NBA のロサンゼルス・レイカーズなどに所属していた。ポジションはセンター。213センチメートル、129キログラム、高卒選手の一人。高校は、 地元ニュージャージー州、メタチェンのセントジョセフ高校でプレー。4年生の時には1試合平均22得点16、リバウンド5ブロックの成績を残し、マクダナルズオール、アメリカンチームに出された。学業でも優秀だったバイナムは、大学進学を予定していたが、スカウトの目に留まり、高校卒業後直接 NBA 入りをすることを決意した。 2005年の NBA ドラフトで、ロサンゼルスレーカーズから一巡目11指名を受けて NBA 入り。2005年11月2日のデンバーナゲッツ戦で18歳と6日の若さで NBA デビューを果たし、歴代最年少の NBA 選手となった。ルーキーシーズンは控え選手としてプレーし、プレイタイムも限られていたため目立った成績は、せなかったが、1月16日のマイアミヒート戦で、 かつてのレイカーズの怪物センターシャキール・オニールと4分間だけマッチアップした時にはオニールのダンクに吹き飛ばされると直後にフェイントからオニールのディフェンスをかわしてダンクをやり返し試合を大いに盛り上げた。2年目となる2006から2007シーズンにはプレイタイムも増え53試合で先発に起用されるようになった。2007年12月25日には キャリアハイの28得点を挙げた。このシーズンからオフにかけて成績が低迷していたレイカーズの大黒柱であるコービー・ブライアントはチームに対して頻繁に補強を要求するようになった。レイカーズは大物選手獲得のためいくつかのチームと交渉の席を持ったがバイナムをトレード要因に上げる交渉相手の条件をレイカーズ側の首脳陣は断固拒否した。またレイカーズは バイナムのコーチとして、往年の名センターカリーム・アブドゥルジャバーを、招聘している。3年目の2007から2008シーズン、バイナムは、開幕から先発に起用され、平均2桁の得点と2桁近いリバウンドを、記録するなど成長と好調を印象付けた。レイカーズも、やっと成績を向上させ、コービーを、いつも怒らせていた成績の低迷を脱したかに見えた。しかし、 1>, 1月に行われた試合中にバイナムは膝の人体帯を断裂し、以後長期の欠場を余儀なくされてしまう。バイナム欠場でサイドの低迷が避けられなくなったと感じた。レイカーズ首脳陣はシーズン中にメンフィスグリズリーズと大規模なトレードを観光し、パウがそれを獲得。バイナムがシーズン終盤に復帰できれば、バイナムとガソルという二人のセブンフッターによる近年稀に見る。 強力な夫人の歓声が期待されたが、バイナムはその後再度の手術による治療を余儀なくされ、結局そのシーズンを及びプレイオフ中には復帰することはできなかった。レイカーズはその年は NBA ファイナルまで進出したが、第6戦で敗れ優勝を逃してしまう。4年目の2008から2009シーズン、故障から復帰したバイナムは先発に定着。 ガソルトの長身コンビは他チームを圧倒し、競合となったレイカーズは会長に勝利を重ねる。しかし1月の試合中にバイナムは昨年とは逆の足の膝の人体帯をまた断裂するという不運に見舞われる。またしても長期欠場を余儀なくされたが、回復は昨年よりも早く、3月には試合に復帰できるようになった。レイカーズはシーズンを65勝という好成績で終え、 プレーオフでも順当に勝利を重ねる。バイナムは2回戦で足を痛めて、先発を外れるシーンがあったり、初の出場となった NBA ファイナルでは相手、センター、オーランドマジックのドワイト・ハワードとの対戦で、ファウルトラブルに勝されて、出場時間を制限され、あまり目立った活躍ができなかったが、レイカーズはマジックを破って優勝し、バイナムにとっても初めての優勝の経験となった。 翌2009から2010シーズンもウェスタンカンファレンスを制したレイカーズは再びボストンセルティックスと対戦。第7戦までもつれた激戦を制し連覇を果たした。2011から2012シーズンは自身初の NBA オールスターゲームにも出場している。2012年8月10日トレードでフィラデルフィアセブンティーシクスーズに移籍したが 右膝の状態が思わしくなく、出場することなしに、2013年7月19日、クリーブランドキャバリアーズに移籍。安定して、出場はできず、24試合出場に終わった。2014年2月1日、インディアナペーサーズに移籍したが、わずか2試合に出場したのみで、アクティブロースターから外れ、プレーオフでも出場はなく、そのまま退団。 オフシーズンに入ってもバイナムの膝の状態を懸念する、味方をされたために獲得を示すチームは現れず、また復帰に向けての練習なども行っていないとも言われており、現在は事実上の引退状態になっている。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。